じゃあ苦手な人が多い生物基礎分野の中でもね、腎臓についてちょっと見てみましょうか。腎臓っていうのは腎臓の中にはね、管がたくさんあって、ね、こんな管がたくさんあって、で、ね、あの管の先っちょはドラえもんの手みたいになってて、中が空洞のドラえもんの手みたいになってて、でそこにね、血管がめちゃめちゃに巻きついてるんですよ。あのドラえもんの手の中には血管が毛玉みたいになってて、でこう巻きついてそして出ていく、これが血管ですよ。でもちろん血管はね、あの血液がこう通って出ていくわけだけど、このぐちゃぐちゃっていう血管がドラえもんの手の中で毛玉になってる時に、ものすごい血圧で中に液体が押し出されるんですね。腎臓の内部に入った腎臓の内部に入った血液をもう血液とは呼ばずに原尿と言います。この中に入る時にでかいものは入れないから、この作業はろ過と言われます。でかいものっていうのは、例えば赤血球なんかの血球とか、あとはタンパク質とか、これでかいから中に入れません。小さいものだけを通すことをろ過って言いますね。ろ過されます。でドバーッと流れていく間に、血管の中にいるものだけがの戻っていきます。例えば、この漫画売ろうと思ったけど、ああやっぱり5巻だけは手元に残しとこうとか、3巻だけはちょっと大事だから3巻だけはちょっと売らないようにしようとか、後からこう捨てる予定だった段ボールからこう抜く感じ、一旦捨てはぐったものを回収するね、もう一度取り入れる再吸収っていう作業です、ね、一回吸収してね、そして捨てはぐったものをもう一度腎臓で回収する再吸収。グルコースはね、超大切な栄養源だから全て再吸収しますよ。通常はおしっこの中に出ません、グルコースは。グルコースは全て再吸収する。ワンピースを一貫でも捨てるなんてとんでもないって感じね。あの絶対全て回収しなきゃいけない、ね、グルコースは全て再吸収する、いるものだからね、体にとっても。でこう最後まで再吸収されなかったものが、もうあなたは絶対いらないんだねって意味で尿となって出てきますね。尿、ゆくゆくは尿になあの尿となって捨てられていきます。え、原尿より尿のが少ないんですかって、少ないですよ、少ないです。なんでかっていうと、これ水分、水も再吸収されていくからです。ダップダップに入ってきた原尿ですが、ここを通る間に水分が抜かれて、つまり水分はいるからね、水分ってとっても大切でしょ、ね、水分はいるから血管の中に戻っていって、水分が抜かれて量が少なくなってしまうんですね。量が、初めはこんだけあったのに、ね、量が少なくなっていく、ね、でおしっこの量はコップに入れて測ればいいですよ。あの例えば原尿の量を、この患者さんは正常に原尿量を、正常な原尿量あるかどうか調べようと思ったら、どうすればいいかっていうと、正常な原尿量を作ってるかどうか、ね、調べようと思ったら、イヌリンなんていう、例えばイヌリンなんていう再吸収されない物質、大切なのはここですが、再吸収されない物質をその患者さんに投与してあげるんです。そうすると原尿量が推定できる。その患者さんに、例えばこれがその患者さんの血小ね、血小っていうのは血液の、液体成分ですよ。血小に絶対再吸収されない物質、例えばイヌリンがまず含まれますね。その患者さんに投与することによって、イヌリンっていうのは再吸収されない、ね、再吸収されないような物質を選んでその患者さんに投与してあげる。で血小の中のイヌリンの血小のイヌリンの濃度と原尿のイヌリンの濃度は同じですね。濃度は同じですね。濃度同じですかって、なんでですかって、だってさ、イヌリンも水も同じようにここでろ過されるんですよ。同じようにろ過されるとしたら、結晶、ろ過される前とろ過された後、原尿濃度が変わるわけなくないですか。だってさ、オレンジジュースあるでしょ。オレンジジュースをもう粗い網のザル、ね、あのザル、オレンジジュースをザル、ね、ザルの上からジャーってオレンジジュースを開けるでしょ。下から出てくるオレンジジュースが濃くなるわけないでしょ。
だって甘い成分も水分も同じように素通りしたら下から出てくるオレンジジュースは濃さは同じだよね。同じようにイヌリンが入った結晶、イヌリンも水分も同じようにろ過するとしたら中に入った後、原尿となった後も濃さは同じはずですよね。濃度は同じはずですね。だけど水分が抜けていって尿になって出てきたら、こことここは濃度等しくないですね。いいですか？イヌリンの量は変わらないんですよ。イヌリンっていうのは血管の中に戻らないような物質を選んで僕ら投与してるわけですから、イヌリンはどこにも行かないんだよ。ただここをただイヌリンが流れて4粒イヌリンが入ってきたら4粒が最後まで行くんだよ。でさ、これ濃さが例えばね、例えば10倍例えば濃さが10倍になってたとしたら、これ尿と比べて原尿量は10倍あるはずだよね。だってさ、例えば、うわこのカルピスね、カルピス濃すぎるわって、ちょっと濃く作りすぎちゃったなって、ね、ちょっとこれ半分ぐらいに濃度濃さを薄めたいなと思ったら、水を入れて倍の量にするんでしょ。そうでしょ。だってそしたらなんで濃くなったかっていうと、イヌリンはどこへも行ってないわけだから、イヌリンは4粒入ってたらここにも4粒入ってるわけだから、なんで濃くなったか、なんで濃さが10倍になったかを考えれば、量が10分の1に減ったからでしょ。ってことは尿の10倍量を原尿が生成してることになるよね。尿が例えば尿が1分間に1ミリリットル作られましたって言うんだったら、その10倍量ね、その10倍量10ミリリットル1分間に原尿が作られたってことになりますよね。じゃあ先生、この原尿の濃さはどうやって測るんですかって、原尿の中に針を突っ込んで測るんですかってね、もちろんそうやってもいいんだけど、その濃さは別にその人の血液を摂取すればいいですよね。原尿のイヌリンの濃度は血小のイヌリンの濃度と同じですからね。こんな風にその人の原尿の量を直接腎臓に管をつないでチェックしなくても、尿量と血中のイヌリン濃度さえ測れば、そこから推定できる、簡単に推定できるってことがこの、スマートな方法なんですね。皆さんが、頭を悩ませてるその原尿量の推定っていうのは、こんな風に素晴らしいスマートな方法なんですね。もちろんね、もちろん、何倍濃くなったか、ね、何倍濃くなったかを濃縮率って言いますが、もちろんね、何倍濃くなったかを濃縮率って言いますが、イヌリンの濃縮率、ね、イヌリンの濃縮率に、ね、尿量をかければ、ね、原尿量になる。ね、これをこう丸暗記してもね、いいけどね、丸暗記してもいいし、こう、犬がね、犬リンがかける、ね、おしっこかける、犬リンが、おしっこかける、ね、犬リンの濃縮率、ね、かける尿量イコール原尿量、ね、犬リン、ね、かける尿、ね、またね、語呂合わせで、ね、こういうふうにこう赤シートで隠してね、覚えるっていうね、勉強ももちろん あるかもしれないんですが、ね、しっかりとした、ね、理解があってこそ、さまざまな問題に応用が効くし、ね、当日、ね、どんな問題の形でされてもスマートに、ね、素早く解くことができます、ね、しっかりとした理解に基づいての式、ね、あ、こんなスマートな方法なんだ、ね、腎臓に針を突っ込まなくたって原尿量が推定できる、すごいスマートな、ね、医学的な方法なんだ、ね、そう思っていただければ、そう思っていただいて勉強すると少し問題を解く速さも上がるし、ね、何百問も解かなくてもいろんな問題に対処できる力がつくと思いますね。しっかり頑張ってください。